マザーテレサの名言集30選。1、あなたはあなたであればいい。2、いかにいい仕事をしたかよりもどれだけ心を込めたかです。3、心が楽しむことはどんな美容師にも勝る効果があります。4、暗いと不平を言うよりもあなたが進んで明かりをつけなさい。5点一切れのパンではなく、多くの人は愛に、小さな微笑みに飢えているのです。6、愛されることより愛することを、理解されることより理解することを。7、世界平和のためにできることですか。家に帰って家族を愛してあげてください。8、この世界は食べ物に対する飢餓よりも、愛や感謝に対する飢餓の方が大きいのです。9、喜びとは、魂を捕まえられる愛の網なのです。10、短くて口に出しやすい言葉でも、心のこもった言葉はある。そんな言葉はいつまでも心の中に輝き続ける。11、私たちのしていることは大海の一滴ひとしずくに過ぎません。だけど、私たちがやめたら確実に一滴が減るのです。12、私たちは成功するためにここにいるのではありません。誠実であるためにここにいるのです。13、笑ってあげなさい。笑いたくなくても笑うのよ。笑顔が人間に必要なの。14、貧しいことは美しいことです。15、昨日は去りました。明日はまだ来ていません。私たちにはただ今日があるのみ。さあ始めましょう。16、あなたに出会った人が皆最高の気分になれるように親切と慈しみを込めて人に接しなさい。17、慰められるよりも慰めることを、理解されるよりも理解することを、愛されるよりも愛することを。18、いつもお互いに笑顔で会うことにしましょう。笑顔は愛の始まりですから。19、平和は微笑みから始まります。20、愛の反対は憎しみではなく無関心である。21、貧困を作るのは神ではなく私たち人間です。なぜなら私たちが分かち合わないからです。22、神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ挑戦することを望んでいるだけよ。23、早足で歩くのと同時に惨めに感じるのは不可能です。24、人間の微笑み、人間の触れ合いを忘れた人がいます。これはとても大きな貧困です。25、私たち一人一人が自分の玄関の前を掃除するだけで全世界はきれいになるでしょう。26、あなたの愛が表情や眼差し、微笑み、言葉に現れるようにするのです。27、私たちは大きいことはできません。小さなことを大きな愛を持って行うだけです。28、誰かに微笑を見かけること、それは愛の表現であり、その人への素晴らしい贈り物となるのです。29、導いてくれる人を待っていてはいけません。あなたが人々を導いていくのです。30、愛とは大きな愛情を持って小さなことをすることです。